一人前。私最近思うんです、そのどういう人が一人前かということなんですけれど、自分が何のためにアイドルをしているのか、それが分かってる人が一人前なんじゃないかと。はい、まだ探り探りですけれど、それでも見届けていただこうと思います。私の今を。